お知らせしたい人は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回足痩せしたい人におすすめなストレッチと、あとスーパーワイドスクワット、これを一緒にやっていきましょう。まず足痩せするためのポイントなんですけども、筋肉が発達しないようにエクササイズの前にストレッチを行ってください。ストレッチを行うことで可動域が広がって筋肉の収縮のスピードを遅らせることができますので、筋肉が発達しやすい人には必ずストレッチやってエクササイズという形でやってもらえたらと思います。足のエクササイズをする前に必要なストレッチ、まずやっていきましょう。まず前ももが発達しないように、前の大腿直筋、内側広筋、外側広筋をしっかり伸ばしていきます。足は太ももよりも少しかかとを横にずらして伸ばしてください。硬い方は手をついて、柔らかい方は寝っ転がりましょう。まず10秒間伸ばしてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対足いきましょう。この伸ばす時のポイントなんですけども、体が腰と一緒に浮いてしまうと縮まってしまうので伸びにくいです。前のももを伸ばす時もドローインをしてお腹を引っ込めて腰をつける感じで伸ばしてください。はい、今度はハムストリングを伸ばします。前のももが発達しやすい人は後ろが硬いので、前が硬いのもあるんですけども、後ろが硬い場合がですね、前がしっかり筋肉つきやすいです。なのでハムストリングを伸ばしてください。足は横に出してもらって体を前に伸ばしていきます。できるだけつま先を上げて前屈した方が伸びます。10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対足いきます。しっかりつま先を上げて息を吐きながら股関節から体をしっかり前に出して10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、今度は足の裏を合わせてですね、膝がまあこうなっちゃう方はちょっと手で押さえながら、ペタッとつく方はリラックスして、これでしっかり前に伸ばしていきます。10秒です。股関節の内転筋を伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度は反対側です。こういった感じで、こういう感じです。膝の後ろにかかとが来るように、これでしっかり膝を開いてですね、ちょっと前屈して内転筋、股関節伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。ではスーパーワイドスクワットをやっていきましょう。今回はバーベルを使います。ない方はペットボトルでも OK です。やっていきましょう。つま先をまず開きます。で、重りは前に持ってきます。股関節あたりに持ってくる感じです。で、しっかり胸を張ります。この時にかかとを上げて4秒かけて降ります。ももが水平になったらここで5秒間キープです。5秒間キープしたら1秒で上がります。そしたらかかとをつけます。これが1動作です。このスクワットを10回やっていきます。できるだけ膝を開いた方が内転筋に意識がいきますので、狭くなればなるほど前ももに効きますので、できるだけ開いてください。では今から10回やっていきましょう。いきます。ここで5秒。
お。お疲れ様でした。今のはね、10回でしたけども、慣れてくるとですね、もう少しできてきますので、今の分を3セット、寝る前とかがベストです。あとは終わった後もできればストレッチ、エクササイズする前にやったストレッチを同じように行ってもらえたら、足が太くなりにくいです。足が太くなる人の原因はですね、ストレッチをしない、マッサージをしない、とにかく使いすぎている。この3つがね、原因です。もちろん筋トレをしなくて食事管理ができている方は、足が細い方もちろん多いですけども、足が太いな、太ったなっていう方は、食事だけでは痩せていく時間がもちろんすごくかかりますので、エクササイズをしながら消費カロリー、あとは代謝を上げて食事の管理をしつつ、毎日過ごしてもらう方が断然痩せるスピードは上がります。あとは足が太い方に多いのが塩分の取りすぎ、菓子パンとかチーズとかお菓子とか、ああいったものを食べていると足が太いのがですね、いつもむくんでいる、排出が悪くていつもむくんだ状態になって太い方ももちろんおりますので、もしかしたら足が細いかもしれない、ただむくんでるだけかもしれない、そういった方もいますので、塩分をちょっと気をつけてもらって、もしかしたら足が細いかもしれないので、お水をしっかり飲んで塩分を減らして頑張ってもらえたらと思います。で、今回たったの10回でしたけども、今のかかとを上げてスクワットを行うことによって太ももへの負担が少し軽くなりますから、まあ、体重が多い方も今回のエクササイズはおすすめです。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンやコメントもよろしくお願いします。載せてほしい動画とかはもしリクエストがあればですね、全然答えられますので、ツイッターでフォローしてもらって DM もしくはツイッターのコメント欄でもらえれば全然タートル気づきます。動画のコメントに関して気づけないものもありますので、気づいたものは返すんですけども、もし返せてないコメント申し訳ないですけども気づけませんのでごめんなさい。ツイッターからもらえれば確実に気づけますので、ツイッターやってない方もアカウントだけ作ってもらって、説明欄にあるタートルのツイッターアカウントをフォローしてください。ということで今回は足痩せのストレッチとスーパーワイドスクワットの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。